三角関数の微分について修正版を作りました前に作った動画ではいろいろなミスがあったので訂正しました理学の博士の澤山ですこの蒸気の式である x 分の sinx の x が0となる極限でそれが1となることを証明できれば三角関数の微分ができますちなみにこの関係は ロピタルの定理を使えば簡単に証明できます。ロピタルの定理とは蒸気の定理です先ほどの極限を求めるために左のような図形を考えてみます底辺の長さは1としますここで三角形 OAC と扇 OAC' と三角形 OAB を考えてみます大きさは今小さい順に言いました これらの面積を計算すると、三角形 oac は二分の一サインシータ、コサインシータ、扇 oac ダッシュは二分の一シータ。三角形 oab は二分の一タンジェントシータになります。それらの三つの面積の大きさから、以下の大小関係が得られます。これに二をかけて、さらにサインで割ることによって。 次の式が得られます。ここでハサミ打ちの原理を使えば cosθ が θ が0となる極限で1になるので真ん中の sinθ 分の θ も1になることがわかります。よって初めに証明すべき x 分の sinx は x が0となる極限で1になっていることが証明されました。三角関数の微分のために微分の定義式を持ち出してきます。 微分の定義式は以下の通りです。ここで関数 f がサインのとき、f の x プラスデルタ x はサインの x プラスデルタ x になり、そこで三角関数の下方定理を使うことによって、サインの x プラスデルタ x イコールサイン x コサインデルタ x プラスコサイン x サインデルタ x になります。これを 微分法の定義式に入れて、次の式が得られますが第1項と第3項は打ち消し合って消えます。そして三角関数の微分は Δx 分の c o s x サ x s i n δ x の Δx が0となる極限になりますが先ほどの関係式から Δx 分の sinΔx は1になりその極限は c o s ン x になります。 コサインに関しても似たように微分できますが位相が 90° 度ずれていることを使えば簡単に微分がわかるようになっています。